それでは正という字に行きますね。まず45度。反って、伏せてを2倍ぐらい。ここの空きは短めにして、で、今からこれを、間隔同じ、内側に入らなくてもいいです。で、この、幅は、この、1の幅よりも少し長めにします。縦は、そんなに長くしない方がいい。これよりもちょっと長いぐらいですね。この、2画目の下からこれを持ってきますが、この長さよりちょっと長めぐらい、まあ、同じかちょっと長いぐらいですね。で、持ってきます。で、最後の線は辺の、上下とも同じ位置、同じところで